こんねこー、皆様こんばんは。黒い猫でーす。ちかさん、待機ありがとうございます。始まった、いらっしゃいませ。すいません、お待たせしました。今日は鹿兄さん来てます。ご挨拶をどうぞ。こんねこー、ごめんなさい。こんねこー、こんばんは。おんしかー、おんしかー、お久しぶりです。こんばんは。お久しぶりの、お久しぶりです。たかこの部屋でございます。帰ってきたぞー。おかえりー、ちかさん、かわいいたかこちゃんとあおしかちゃんだー。えへへー、えへへだぷー。こんばんは。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぷー。あ、モンゴルマンさん、こんねこぷー。いらっしゃいだぷー。来ていただいてありがとうぷー。こんねこー。今日はしか兄さんとコラボです。久しぶりのたかこの部屋やるぜ。さあ、今日はね、二人で釣り対決をしながらのおしゃべりだよ。ということで、釣りしましょう。えい。釣りしましょう。あ、ちょっと待って。あ、何やってんの何やってんの何やってんの落ちた。鹿兄さんが落ちた。何やってんの。失敗失敗失敗。はい、釣りしましょう。釣ってください。釣ってください。はい、釣りの魚のサイズで競います。はい。はい、釣れた時のあの、なんだっけ、魚の後ろの8個の数字を申告してね。はい、大丈夫、大丈夫かな。この人大丈夫かな。とても心配だ。心配だ、とても心配だ。大丈夫大丈夫。なんか、あ、来た来たぞ、来たぞ。えい。ASWSADS。雷魚、カッコ65。お、65来ましたよ。65を。お、早い。65。はい、猫65です。これ、足していく感じだっけ？いや、違う違う。大きいのに更新していくの。あー、なるほど。ヒメハヤ5 5 5 05 5 5 5です。05です。はい、5対65で今んとこ猫リード。ちかさん、なぜにカルフェ。いや、なんか私が古木にいて、ちかさんがハイデルにいたから、じゃあ間を取ってカルフェでいっかみたいな。ね、時代はカルフェなんですよ。そうそうそう、時代はカルフェですよ。うん、ナオイ来た。ヒメハヤ5。ダメだ。さあ、今日はね、事前にシカ兄さんといろいろ打ち合わせをしまして、なんだ、話題、お題をいくつか考えてたんだけど、させん。私今鹿兄さんのアバターを映しちゃってるので。オッケー。ディスコード見れません。オッケーオッケー。どうしましょう。鹿兄さんに任せた。すごいいっぱい鹿兄さんが考えてくれたんだよね。じゃあ今日の話題を切っていく感じでどんどん行きましょうか。ざっくり上から行く。何があったかもう全然覚えてないんですけど、お任せします。ジオンジーさん、いらっしゃい。こんねこー。本家と元祖のコラボ。何の本家と何の元祖だかわかんないけどな。新生って言われるように頑張ります。ジオンジーさん、コンシカ BSV おめでとう。そう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 、チカ兄さんおめでとう。ありがとう。なんか成功してたね。そうそう、成功しちゃった。おめでたや。ありがとう、ね、おめでたやですよ。ツイッターで見て知った。ありがとう。次の日起きたらね、お腹痛くなってました。魚が釣れてる。さっき62、62、なかなかの更新されずね。あ、サンドさん、いらっしゃい。こんねこ、こんねこ、来ていただいてありがとう。こんねこ、こんねこ。ピカさん、VTuber の雑談コラボといえばこれ。
今日のパンツの色は定番です。ちか兄さん何色？おっと、え、履いてないってことですか？さすがです。さすがです。あの、皆さん、ちか兄さんノーパンです。マジか、ちょっと今いろいろ想像しちゃった。でも一時期あのふんどし流行りましたよね。え、ふんどし、え、流行らなかった？なんかその男の人女の人とかじゃなくてふんどしが男女問わずみたいな感じで。淡水うなぎ123。強い。でもね、最後の最後でひっくり返すんだよ、この人は。あ、違う、え、ふんどしがどうしたって？そう、なんかね、ふんどしがね、通気性がいいから、うん、すごい健康に、締め付けとかないから、締め、あの、うん、健康にいいですよね。結構締め付けんじゃないの、あれ。あ、そうなの？なんだろう、わかんないけど。腰？締め付けるイメージ。なんだろうね、なんか。あ、そうなの？お尻とか食い込んでるじゃん、だって。あ、そうなの？知らないけど。知らんけど、したことないからわかんないだぷー。わかんないだぷー。ちか兄さんはふんどしをしたことがありますか？ないです。ないんかい。ないないか。ないですね。私もないけどな。ふんどし締めたことはさすがにないぞ。ジオンジーさん、締め込みとふんどしは似て非なるものですよ。締め込みって何？あれじゃない、お相撲さんとか、そういうこと？姫早八。パラダイスフィッシュさん。さ、どういうこと？どういうこと？まずは2桁頑張ろう、鹿兄さん。まずは2桁頑張ろう。頑張る。ふんどしがどうしたって？ふんどしの話まだする？ふんどしが流行ってて、なんかね、通気性がいい。通気性がいいと思って流行ったんじゃないの？そうなの？通気性がいいの？ふんどしって。ジオンジさん、祭りとかでつけるふんどしのこと？祭りとかでつけるふんどしのことを締め込みって言うんだ。祭りでつけるふんどしと普通のふんどしは何か違うの？さっき67。もう123は超えられないんじゃないか？最高記録？もう初っ端から出しちゃったよ。姫はや8。8を更新。記録更新。鹿兄さん8、はい。8。ふんどしメリット。血流やリンパの流れを、なんだっけ。もうほんと最近漢字がダメだ。遮らないことから就寝時に着用すれば冷えやむくみの解消に効果があります。通気性も良いため、寝る時ふんどしがいいんだ。だって下着かぶれ、通気性いいんだ。デリケートなの蒸れやかゆみも少ないです。だってニキビの黒ずみ予防にもなると。リラックスウェアとして着用する方も増えているだとか。ふんどしはゆるゆるだよ、鹿兄さんが言う通り。あ、そうなの？でもさ、ゆるゆるのふんどしって危なくない？パラダイスフィッシュ5。5だ。危なくない？ゆるゆるのふんどしって。ポロリしちゃうじゃんね。あ、ソルクスさん、オーラー、いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうございます。Thank you, coming my stream.Welcome to my stream. Thank you. I love you. お、すごい。刻んでいくんだけど、姫はや9。9。刻むね。
刻みますね。We are fishing。 ふんどしの話する？まだフィッシュサイズバトルです。フィッシュサイズでバトルしてます。ビッグフィッシュということで、ふんどしの話ありがとうございました。ふんどしはいいよね。いいよね。らしいです。なんかジャイのふんどしがいいな。あールーデンさん、こんだぷー、いらっしゃいだぷー、来ていただいてありがとうぷー。今日は鹿兄さんと釣りをしながらおしゃべりです。こんにちは。魚のサイズで争ってます。勝ちます。あ、次の話題をどうぞ。お、ハス26。26、刻んでくるね、うん、26。え、結構進んだんじゃない？2倍以上になったよ。いい、ね、うん、さすが。キテレツさん、こんばんは、いらっしゃい、来ていただいてありがとうぷー。こんばんは。こんばんは。今日は鹿兄さんが来てます。青鹿さんです。青鹿です。はじめましての方も多分もう多いと思うんですけど、はじめまして、青鹿と言います。こんばんは。うちのギルドのギルマスです。ごめんなさい、二人で釣りをしてます。ギルマス、こんなんでした、ごめんなさい。なんで謝る。よろしくお願いします。青の楽園のアイドルです。梅早語効果音鳴らすよ。もテレツさん、たまに配信してます。だってよ、鹿兄さん、よかったね。お、ありがとう、ありがとうございます。ルーデウスさん、お魚くわえたドラ猫って歌あるし、猫が負けるわけにいかない。お魚くわえたドラ猫、姫早子追っかけて、チャ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 。フロキオンさん、いらっしゃい、こんばんは、来ていただいてありがとうぷー。今日はギルマスと一緒に釣り勝負です。魚のサイズで争っております。とりあえず今のところ、鹿兄さん26、私が123で圧勝中です。もうこのまま行っちゃうんじゃないか。いやでも前回もこんな感じで最後にひっくり返されちゃったからな。え、そうだっけ。そうだよ、最後の最後でひっくり返したんだよ。明日25。なんか20代とかその辺の魚が多いのかな。ねえ、前回はさ、アルティノでやったじゃん。うん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 。で、なんかさ、なんだっけ、黄色枠の魚が重かったんだよね、確か。あ、そうだっけ。そうそう。で、最後の最後で、鹿兄さんひっくり返したのよ。え、ちなみに、あれは今日は悔しかった。どういう釣り竿を持ってきてるの？え、釣り竿は、バレノス釣り竿、プラス7でございます。お、こっちプラス10です。さすがプラス10だよ。キテレツさん、鹿さんの強化配信好きです。だってよ。だってよ。よかったね。鹿兄さんのファンがいた。ありがとうございます。さすがだぷー。あ、ガムタビさん、いらっしゃい。こんばんにゃーん。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。うちのギルマスでーす。青鹿さんと釣り勝負をしております。鹿と猫の勝負です。すごい。レノック44、大きくなってきたよ。44、お、44、044、44、44。なんかいっぱいあるから、とりあえずスキップとかは決めて適当にやっていきましょうか。明日25、スキップ、スキップというか、その NG なんだっけ、あのタイトル
みたいななかった？送ったやつで大丈夫そうだった？え？ NG ワード？ NG ワードじゃなくてなんかなんだっけ？なんていうのこれ？魚のサイズ対決、他になんかあのお題いろいろ送ってたかな。うん、あ、梅さんいらっしゃい、来ていただいてありがとうぶー。こんばんは、お邪魔してます。どんどんパフパフ、どんどんパフパフちかさん、ちかさんたかこちゃんに NG はないだそうですね。止めれない、止まらないよね、うん、止める人はいないからね。止まらない、そうだよ、誰も止められないよ誰も止められない。うん、進んでいこう。上から行くね、適当になんかいろいろあるので、はい、はい。1番、だでん、相手のすごいところ。ででん、すごいところ、もう全部だよ、全部だよ、もうすべてにおいて鹿兄さんにはかなわないよ。ざっくりだ。ちかさん、強いて NG 言うなら3サイズ好評くらい、うん、うん、それ NG ね。ボンボン、ボンだよ梅さん、某番組みたいにタカ子の部屋みたいになってる。そうそうそう、タカ子の部屋だよ。姫はや7、7、小さくなってる、ちっちゃくなった。でもタカ子さんのすごいところは、お、雷魚66、金額なのに66。危ない。あのなんだろう、やっぱりずっとね、あの毎週何回かは絶対配信してるじゃない。だってやんなきゃいけないじゃん、クリエイターって。いや、クリエイターなる前からずっとやってなかった？やってたやるね。でも一応1週間に1回以上っていうさ、縛りがあるわけですよ、うん、クリエイターはね。それはね、そう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 、やんなきゃいけないからね。でもそれ、それだったらはさ、結構頑張ってたよね、うんうん、ほぼほぼ毎日に近い感じで。お、すごい、アロー、アローはな、70。お、すごい、70。うん、だいぶ来たね、刻んでくるね、すごいどんどん追い上げてくるよ。サンドさん、配信ジャンキーだから。そうそうそう、もうね、配信中毒者なんですよね、ただの配信中毒です。1日3回とかやったりするからね。うーん、すごいよね。それ言ったらね、アフさんとかも結構すごいよね。なんか本当になんか1日3回も4回も5回も6回もそうそうそう、配信終わったと思ったらさ、またいつの間にかやってるしみたいな、また夜もやってるしみたいな、やってるよね。うんうん、みんな配信中毒、中毒すぎなんじゃ。モンゴルマンさん、来週のメンテ、来週のメンテ水曜日10時間は？ん？え、10時間もメンテするらしいよ、来週。え、じゃあ貿易復活するかな？おお、期待大。10時間もメンテするなら貿易復活すんじゃね？ひょっとして。8時から10時間って何？8時から10時間後って。カッコ25。ダメだ。何時まで？ 8 時から夕方4時とか？ 6 時までじゃない？8時からだったら。あ、そうか、10時間。え、どういうこと？まあ、どうせ仕事の日だから関係ないんだけど。え、3月27日。朝の6時から。6時から16時まで。イエーイ。すごいね。すごいね。何するの？でも本当に何やるんだろうね。ね。貿易復活すんじゃない？するかもしれないね。プラダイスフィッシュ期待大。うんうん、
サンドちゃん、サンドちゃんだって。サンドさん、あれでしょ、あれ。あれって何？あれだよね、あれあれ。うん。あれ、あれ？あれだと思ってました。あれだよね。あれか、あれか。うん、いや、あれ来るんじゃないかなと思ってたからね。そっか、あれか。そう、みんなあれじゃないってずっと言ってたからね。あ、イスカさん、ID、こんちゃ、いらっしゃい、来ていただいてありがとうぷー。今日はシカ兄さんと一緒に釣りしながらおしゃべりでーす。こんにちは、はじめまして。やっております。あれ、はじめまして？はじめましてじゃないかもしれないけど、はじめまして。土壌15。なかなか3桁は出ませんな。サンドさん、本当に それ、じゃあどんどん行きましょうか。イスカさん、初めましてかもしれん、かもしれんし、初めてじゃないかもしれん、かもしれん、かもしれないよね。うん、かもしれん。うん、初めてじゃないかもしれない。初めてかもしれない。どこかで会ってるかもしれない。なんかね、前あのなんだっけ、知らない人に、うん、あ、アシカが忘れてたかもしれないんだけど、おはようって言われまして、うん、あれ、何だったかな、久しぶりって言われたのかな。なんか少し会話してよくわからないことがありました。な、どういうこと？未だにね、誰かわからないんだけど。どういうこと？わかんない。なんか話しかけてきて、でもなんか知り合い風を装ってくるから、あ、うん、忘れてるだけで知り合いなのかなと思って。ナンパ？それナンパじゃない？ちかさん、あれか、タカ子のお食事デートボイスとアオシカの遊園地デートボイスがパール商店に、何言ってんのかな。いつかさん、知らない人から久しぶりも謎。知らない人から久しぶりは、それナンパですね。なんかね、ナンパってでもナンパですわかるじゃない、なんとなく。うん、若さ来魚58。うーん、なかなか出ませんな。なんかそんな感じじゃなかったんだけどね。 あれ誰なんだろう。これはシカ兄さんが忘れてるに一票。そうなんだろうね、全然思い出せないけど。結局謎のままでした。謎は深まるばかりです。じゃん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 。続きまして、あ、続き勝手に話題になったけど、はい、続きしていい？どうぞ。続きまして、料理の話。わー、どん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 、パフパフパフ。料理といえばシカ兄さん、シカ兄さんといえば料理だね。これ入るよ。最近何作った？これ入れようか。最近何作った？最近はね、最近何作ったかな。酒粕入ったお好み焼きとか。え、酒粕入りのお好み焼きですか。それはまた、大して面白いものないんだけど。どういうあれ。パラダイスフィッシュ3。はい、シカさん、シカさん、最近冷蔵庫から発掘した何年前の食べ物は何ですか？なんか発掘した？発掘したけど、そっと戻すのは、確かね、2017年産の鰹節かな。鰹節？確か2017年だったと思うんだけど。なんで鰹節があんの？あの鰹節って削る前の？え、削ったやつ。え、あ、削ったやつ か、 おか、ご家庭に、どのご家庭にも一つ鰹節ない？あの削ったやつがパックに入ってるやつ。
そうそうそう、丸丸固まりでもね、さすがにないよ。削る前のやつかと思った。え、冷蔵庫に入ってんの？入ってる入ってる。うん、ギギ11。え、冷蔵庫には入れなくない？かつお節。常温？常温。うち食器棚の引き出しに入ってるよ。え、でも開けたら入れない？冷蔵庫に。え、だって、あ、え、割と大きい袋ひょっとして。そうでもないかもしれない。え、なんか1回分ずつパックになってるやつ使ってるうち。うんうん、そんな感じだけど、それを刻んでいくから。え刻んでっていうか、1回で使い切らないってこと？使い切らん、うん、時もあるかもしれないけど、だいたい使い切らないね。あ、そう。そうそう。そうか、うちだいたい使い切るけどな。あ、そうなんだ。と、うん、一パック。そんなに、使う？うん。そんなに多くなくない？ちかさん、小分けパックのやつは1回で使おうよ。うん、1回で使おうよ。もうさ、余っちゃったらさ、うん、もう普通にご飯にかけて食べちゃえばいいんだよ。え、もったいなくない？なんで冷蔵庫で、7年とか保管する方がもったいないと思います。そう、だから、サンドさん、わかるよ、シカさん。あ、わかってくれる人がいる。ね、ほら、ちかさん、かつお節は酸素に触れた時点ですぐに酸化していくからだそうですよ。余ったらご飯に乗っけて食べちゃいましょう。じゃあ冷蔵庫入れてるからセーフですね。いや、でも7年とかダメよ。アロワナ66。おお、大物、大物来た。お、とちこさんいらっしゃい。キノコとバナナが痛いだぷー、痛いだぷー、優しくしてくれぷー。ランチズマさん、こんばんは。いらっしゃい、来ていただいてありがとうぷー。今日はシカ兄さんです。サンドさん、セーフ。何が？とちこさん、シカさんにぶつけられない。うん、ぶつけられないんだ、残念ながら。全部避けます。シュッ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 ってシュッシュッシュッ。残念である。手で弾くから。残念である。バナナ来ても手で弾くぷー。残念だ。姫はやきゅう。サンドさんも2017年のカツオ節はセーフって言ってるじゃない。 V おめおめでした。あ、ありがとうございます。通っちゃいました。おめでたや、ありがとうございます。この人、ブラスター V 持ってんだぜ。 V 持ちです、ついに。この人、VTuber、ブラスター V 持ってんだぜ。 VTuber なんで V 持ちです。さすがだぷ、さすがだぷ。さすが VTuber。 パラダイス私は VTuber にはなれないだぷ。VTuber なの？VTuber になれないだぷー。敷居が高い。ちかさん、たかこちゃん全身 V。 いや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 、4だよ、4です。本当に？武器はゴッドアイド4です。ちょっと待って、今ね、拡大して真偽の方を確かめますので。4です、4です。ゴッドアイド証券4。V じゃないんですよ、これ。ゴッドアイド叩くの？いつか。いつか叩く。いつか叩く。団地妻さん、高子さん、アクセ800叩くやめて。うん、やんないよ。800は無理無理。もうお金もないし。とんでもない感じ。ワカサギ12。ブラスタ V 作る配信にしよう。お、アローナ57。
お、57来ました。あ、でも今鹿さん70だからね、更新ならず、うん、3桁。でも、たまごさん最近何か面白い料理作った？面白い料理ね。面白い料理？うん。ルーデウさん、デボ800、オア足上げ800って聞いてるダップ、誰に誰にどこのドイツが言ってるんじゃ。圧がすごいすごい分恐ろしい。白い料理は作ってない。あ、淡水うなぎ95。淡水うなぎなかなか重量あるよ。なかなか大物ばっかり釣るね。ねえ、パラダイスフィッシュ6 一桁ダップ、一桁ばっかりなんだけど。そうね、料理は貸したかな。もう普通の普段のご飯しか作ってないからな。テレツさん、タカコさん、今度はどこのアクセ強化するんですか。もうアクセは終わったぷ。恐ろしいよね。あの、たゆまぬが、たゆまぬが終わってないけど、終わったぷ。むしろたゆまぬやるよりアクセ強化した方が早くできるんじゃないの。たゆまぬは、あと、たゆまぬね、今、これ、ミカリン4だから、うん、うんうん。あと、これだよ、これ。ブラックストーン1万1000個。ここで止まってる。これクリアしたら、V ナルプ。ああ。いくつか買っちゃったよ。いやー、取引所入れてんだけど。あ、古代ね。そう、古代、今日もいくつか釣れてますけど。釣れてますね。姫早9。釣れてます。9。かわいい数字が続いております。え、なんか、あ、これどうかな。ちょっと食べれるか微妙だけど、とりあえず料理してみたら、なんとかギリギリ滑り込みセーフみたいな料理って結構あるでしょ？何それ。あ、さつまいものポテサラは美味しかったよ。え、普通に美味しそう。そう、じゃがいもじゃなくて、さつまいもでポテサラしたら美味しいかなと思って、普通に美味しかったよ。やっぱりちょっと甘いの？甘い。それはいいね。おしゃれポテサラになった。あ、失敗しちゃった。あー、おしゃれだ。いや、やっぱり違いますな。え、ヘンドや。おしゃれ。え、ヘンドや。すごい。あと、なんかすごいすごい。わーい、ありがとう。ごぼうでやると大人の味になるだぷ。え、ポテサラをごぼうでやる。あー、おつまみ系みたいな。ごぼうサラダってこと？マヨネーズであえて。うんうんうん。ごぼうサラダ美味しいよね。美味しい。人参と一緒に刻んで。ポテサラは、でもポテサラって、ポテサラは戦争起きますよね。どういうこと？果物を入れるか入れないかで。ああ、嫌な人はいるじゃない、やっぱり。うん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 。あの、大学芋とかでもそうだけど、うん、甘いからあれはご飯じゃないみたいな。でも大学芋おやつじゃないか。フルーツみたいな。ルーデウスさん、結論、マヨは優秀。うん、優秀だよね。マヨネーズは優秀。うん、あれなんだっけ、酢と卵だっけ。
そう、卵と油とお酢じゃなかったっけ。あー、卵黄卵黄をガーッとかき混ぜてるところに、うんうん、油とお酢入れるのよね、確かで作るのよ。めんどくさいね。そう、自分で作るとめんどくさい、うん、しかもなかなか分離して失敗する。あー、え、なんかでも結構いろいろ普段から作ってそう。私鍵、いや、うんうん、ん、鍵釣れました。あ、銀の鍵。そうそうそう、そんなにはでも平日は作れてないよ。でもなんかいろいろ作ってるイメージが。ワカサギ14、なんか冷蔵庫にあるもので適当に作って食べてます。なんか鹿兄さんみたいにうどん打ったりとかはしないあれは特殊だよあれ以来もう一回も打ってない。うどんは打ったことないな、さすがに。でも何名様の時とかね、記念でやったらそういうことみんな、うおーうどん打つぞってなってみんな来てくれると思う。いやーいやーいやー、いや見たいよね、みんなあの高子さんがうどん打ってるとこ、鮭の51。いやね、いやいやいや、6時間ぐらいかけてうどん打ちましょうよ。やだよ団地妻さん、私マヨネーズ食べれない人、あー苦手な人いるよね、酸っぱいからかな。そうなんだ、酸っぱいのか。キテレツさん、うどん職人、え、キテレツさんってうどん職人なの。へえ。すごい。じゃあ教えてもらいながらできるんじゃない。いやいやいや、鹿兄さん教えてもらいなよ。鹿さん、そのうち鹿さんはカカオ豆からチョコレートを作るってバレンタイン企画し始めるよさすが、さすがやで。カカオ豆ってどうやって作るの。え、砕くんじゃない。ああ、そこからね。うん、そういうことね。種からじゃなくて、砕いて、うん、砕いて、なんか油絞るんじゃない、知らんけど。育てるところからやるのかと思って。あ、じゃあ育てよう。かか育てよう。でも多分ちょっとしかできないんだろうね。そうだね。うん。ああ、なるほど。キテレツさん、鹿さんがうどん職人。あ、キテレツさんではなかった。あ、じゃあ、あの、ね、打ってるとこに、あ、それもうちょっと打った方がいいよってコメントしながら。キテレツさん、そばとかも打ったりするんですか。そばもやる。そう、なんかね、うどんだけじゃね、飽きたらず、今度はそばを打ってくださいとかって言われるんだけど。ラーメンは、ラーメン。あー、でもどうなんだろう、ラーメンの方が簡単なのかな。なんか TOKIO が作ってたよね、昔、究極のラーメンみたいな。そう、おー、すごい、淡水うなぎ110。うわ、来た、110来た。うん、110が来たよ。すぐ後ろまで迫ってきたよ。やばい、やばいね、3桁来たよ。淡水うなぎ、やばい。うん、次行こうか。カキオってあれだよ、うん、あの今何ハンバーガー作ろうとしてるからね、世界一の。何世界一のハンバーガーって。なんかさ、うんうん、なんかハンバーガーフェスみたいなやつで優勝するとか言ってるよ。そんなのあるんだ。うん、アメリカの大会らしいけど、日本の食材で勝負するとか言って、なんか小麦育てるとこからやるとか言ってたけど、
すごいよね、あの人たち。でも何でもやるよね、あの人たちは。ね、一応アイドルなんだけどね。もう農家の人だよね。すっかり。青鹿の特製ラーメン、煮干しから出汁を取ってあっさり醤油ラーメンを作る配信かな。うん、あー、鹿さんがラーメン作るとしたら何ラーメン？塩ラーメン？塩？うん。塩じゃない？塩で。なんか一番簡単そう。いやー、塩は奥が深いんじゃないか、一番。あ、そうなの？何、うん、何出汁ですか？え、塩ってお湯と塩だけじゃないの？え？何言ってんのねえねえ。塩ラーメンを舐めすぎてる。舐めすぎですよ、あなた。出汁を取れ、出汁を。えーって言われてるよ。塩だけなわけないじゃん。だしを取ろう、だしを。おかしい。アウトちか兄さん。いや、塩ラーメンはね、塩だけじゃないんだよ。うん、塩、ちゃんとしてる、あの、あれでしょ？塩にお湯入れて、そうそうそう、コンソメとかね、入れてコンソメですか？あなた。わざと言ってる。わざと言ってる。なんで洋風にするの？何、バイタンとか？じゃあ。うん、バイタンなら許す。パイタンって何で作るか知ってる？油？何の？ラードとかってなんか言うんじゃない？牛の油？違う？パイタンって食べたことなくて。皆さん。え、でもパイタン食べたことあります？パイタンあれ、パイタンってあれ白い鳥って書くじゃん。ラーメンといえばあれでしょ。違う、バイタンじゃない。左右。白、そうだ、左右ではない。思ってたの違う。あのね、あれだ、ウェイパーだ。何言ってんのかな。あれでしょ、バイタンはあの、バイタン鍋とかあるもんね。知らない。うわ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 、バイタンの鍋とかね、コラーゲンたっぷりで美味しいとかって言うじゃない。そう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 それそれそれ、そうそうそう、ウェイパー、ウェイパー、ウェイパーと間違えました。ウェイパー、え、何それ。うん、あの赤いやつ、床掃除するやつ、それ。ルーデンさん、タカコさんのギルマスって感じがしっかり出てるだっぷ。うん、ギルマス感がしっかり出てます。そうでしょ、ウェイウェイ。そうでしょ。サケ63。そうだよ、コラーゲンたっぷり。ウェイパーって開けたことある？知らない。ギギ13。え、何？床掃除するやつじゃないのそれ。クイックルワイパーじゃなくてそれ。あ、それそれ、うちにあるよ。あれあれ、なんだっけ、なんか、え、今も販売してる？なんだっけ、うん、あるある。何かがね、うん、なんか、なんだったかな、長いやつしか。フローリング、フローリングだから、クイックルワイパー。短い棒のやつがなくなっちゃったんだったかな。あれ違うやつかな。なんか違う、なんかふわふわしたやつじゃなくて布のやつだっけ。あー、なんだっけ、ほこりのやつ、ほこり取るやつだ。そう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 、
あれのなんか長いのしか売ってなくて、一時期うちの近所では。で、なんかね、違う名前のが発売されてたよ。ちかさん、車についてるやつ？車についてる？ワイパーでしょ。中華の万能調味料。中華の万能調味料。なんかね、スーパーとかでもよく売ってるよね。え？え、知らない？え？鶏ガラスープじゃなくて？鶏ガラスープじゃない。なんか赤いカンカンに入ってて、確か黒色とかで、黒色だったかな。ウェイパーって。ルイデさん、ラーメンから突然話が変わるファンタジスタだぷ。そう、女子の話はどんどん飛んでいくんだよ。ちょっと待って、え、ウェイパーってラーメンと密室な感じじゃないの？中華料理とかだよね、多分。そうだね、中華料理だね。でもウェイパー知らない。え、めっちゃ気になってんだけど。中華料理の万能調味料といえば、買ったことなくて、分かんなくて。え、あのオイスターソースとかじゃなくて、肌色？どうなんだろう。え、肌色？え、肌色なんだ。サンドさんには肌色に見えるんだよ。あ、なるほどね、そういうことね。味なんとかって書いて、ウェイ、ウェイ、あ、その味なんとかっていう、それは見たことある。そう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 、ウェイパーって読むんだ。へえ。そうそうそう、姫早ご受けた。うん、ウェイパー、そうそうそう。読めなかった。この漢字見たことあるね。え、もう多分パッケージ見た、あーこれってなると思う、うんうん、なんか見たことあるこの漢字。そう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 、ウェイパー。え、あれ食べたことある？あのウェイパーの近くに置いてるんだけど、ウェイパーの近くだよね。あ、違ったっけ。スパム、スパムは沖縄のやつ。あ、あれって沖縄のやつなんだ。え、美味しいよね。食べたことなくて、見た、あのね、缶詰の中に一体何が入ってるかも未知数なんだよね。あれ豚肉でしょ。なんかそれこそハンバーガーの見た目してなかった？あー、スパムはちょっとハンバーガーと違うかもな。多分ハンバーガーって牛でしょ。中にぎゅうぎゅうにしたハンバーガーが詰まってるんじゃないの？いや、豚です。姫はや牛？豚が詰まってるの？最近さ、あのほらコンビニでもスパムのおにぎりって売ってるじゃん。え、そうなんだ。うん、ファミマとかで売ってるよ、スパムおにぎり。なんか豚だと思うけど、なんか加工肉だね。そうなんだ。あ、そうなんだ。美味しい、普通に美味しい。私は好きだけど。豚肉とはまた違うの？豚肉だけど、うん、なんだろうね、加工肉って感じがする。へえ。ルーデンさん、元は軍の非常食で、またスパムだぜがメールのスパムの語源。へえ、そうなんだ。へえ。スパムメールのスパムってあのスパムなんだ。知らなかったぜ。そうなんだ。知らなかったぜ。ものしいですね。ねえ。なんか視聴者さんのおかげで賢くなってる。ワカサギ12。なかなか大物が来ませんな。来ませんな。続き行こうか。あのあのね、気持ちわかるかもしれない。あのあとね、話題がね、一応用意したのが1、2、
まあそこ、3、4、5、なんか10個ぐらい考えたよね。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18個あります。まだある。朝になる。あ、そっか。じゃあ次の話題いきましょう。数字で決めようか。上から順番に、今料理の話したから。じゃあ7番目。じゃあ1から順番で、上が7ね。1、2、3、4、5、6、7。ラッキーセブン。7番目。はい。一つやり直せるとしたら、名前変えたい？姿変えたいなど。何か。ね、配信でなんか、うわぁ、これ、やり直せるんだったら、こうしたかったなぁ、みたいなことがあれば。やり直したいこと？うん。配信で？そう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 。配信で？うん。チカ兄さんなんかある？ワカサギ15？何があるかな。でもなんかお利口さんな感じには目指したいですね。あ、賢キャラで行きたいよね。だってなんかさ、うんうん、鹿兄さんは私も天然キャラになんかなってるじゃん今。そう路線的に。なんか違うよね。私たちが目指してるのとちょっと違うよね。ちょっとね、違うから。もっとこうクレバーなさ、賢系の変ドヤな感じでやりたいよね。そう。なんかもっとスマートにね。そう。行きたい。若崎中に。そうだよね。なんか姫早6路線がちょっと違うよね、思ってたのとね。そうだよね。なんかね、おかしいよね。なんか本家とかいろいろ言われちゃう。そう。うん。氷川さん、じゃあ今から10分間賢キャラでやってみて。ああ、なるほど、そういうことですね。じゃあそういうことで、その賢いキャラになりたいということらしいので、次の話題にね、行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。選んでもらうと。選びクレバーは天然を装えるんですよ。だって。あ、そうなんですね。だそうですよ。ちょっと。じゃあ、ね、次の話題をお願いいたします。鹿兄さん。何番目でしょう。じゃあ、3で。3。3。1、2、3。このあたりの話題をルーレットで決める。これはないね。あ、ないね。はい、次選んでください。その次で。その次。はい。今の立場関係なくできるとして、運命の出会いのシチュエーション。運命の出会いのシチュエーションですか？うん。なんかしたいシチュエーションとかね。学生。シチュエーション。まあ学生みたいなもんだけどね、土壌中にだったとしたらね、学生の頃にこんな出会いがしたかったみたいな。梅さん、鹿兄さんは賢いよ。ただ賢すぎて飛んだ人にしか見えないこともあるわな。ほらそう、鹿兄さんは賢いんですよ。そうなんですね、ごめんなさい、皆さん。クレバーなんですよ。ごめんなさい。IQ300 ぐらいあるからね。ごめんなさい、この方。ごめんなさい。さすがですわ。今の立場関係なくできる人、運命の出会いのシチュエーション。じゃあ先に行こうかな。何かありますか？運命の出会いのシチュエーション。もう性別もどっちでもいい。男でも女でも、おじいさんでもおばあさんでも、
スパイでも暗殺者でも先生でも、出会いのシチュエーション難しいね。そう、なんか気楽に、なんだろう、なんかベタなね、シチュエーション、若崎十子、何、走ってたらパン食わえたのぶつかってね、あるあるのやつ、学校行ったら転校生だったんだみたいな。転校生シチュエーションは憧れたよね、なんか。転校ってしたことある？転校したことある。あるんだ、いいな。転校生憧れた。地獄だよ。地獄なの転校生って。転校したらね、もう一気に誰もいなくなるわけじゃない。だからお友達がね。そう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 。だからもう本当にどうしようみたいな感じで、うん、ね、偶然元の転校元が一緒の人が後から引っ越してきたんだよね。へえ、それもすごいね。そう、なかなかないよ ね。同じマンションに住んでましたみたいな人が引っ越してきて、うん、あそこに住んでたのみたいな、同じみたいな感じで必死に、それすごい、すごい理想のシチュエーションじゃん。いやー、もうでも現実はね厳しいからね、もう必死だよ。もうこの友達を逃したらもう大変なことになると思うから必死でしたね。さっき56。でもさ、実は同じマンションだったって結構憧れのシチュエーションじゃない？いやでもね、すごい大きいマンションだったから、その時住んでたマンションはね、うん、だから全然、なんだったら小学校ももともと同じだったらしいんだけど全然知らないし、面識も何もないけど聞いたら同じって話で、うん、あれもすごいね、そうだったんだみたいな。ただ接点を見つけて、この人しかいないっていうので必死につがいつきましたね。捕まえたんだ。そう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 、引っ越す前はね、それなりにお友達もいたような気がするんだけどね、引っ越してからは、ね、じゃあ割と近くに引っ越したの。そうだね、そうそう、近くに引っ越して、 うん、でも本当に引っ越し先がね、みんなお友達固まってるところとかだったら本当に地獄だよ。そうだよね、後から入ってくの大変だもんね、うん、そう、だから後からね、毎年何人か引っ越しとかで引っ越し転校生が来ても、転校生ばっかりでどんどん固まっていくっていう、うん、なるほどね。そう、そんな感じだった。転校生憧れたな。いや、転校してみたかった。いや厳しいよ。なんかね、小学校とかで6年生に引っ越してくる子とかいたけど、うん、すごいかわいそうだったもん。1年間、5年間違うとこにいたのに、最後の1年間でね、すぐ卒業なのにみたいな。そうか。でもそっからさ、中学がみんな同じ中学行ったりとか。どうだったかな。いやー、どうだろう、どこかの同じ中学じゃないかもしれない。ああそう、割とみんな同じ中学だった気がしたな。
あんまりなんか住んでる地域で一部別の地域の中学校行っちゃう子がいたような気もしたけど、受験してみたいな。いや、なんか3丁目までは A 中学校、4丁目5丁目の子は B 中学校みたいな。あ、修学校と区分けが違うんだ。そう、学区がちょっと違うところがあったり。ちかさん、学生時代のたかこちゃんアイドルオーラ出てて常にカースト1だったから転校してもすぐカースト1。うん、違うだぷ。学生時代はね、私優等生だったんですよ。あんさん、こんねこいらっしゃい。今日は鹿兄さんと釣り対決してるぷ。してるよ私あれです、小学生の時はね、うん、あれですよ。なになに、あの学級委員してたから、メガネかけて三つ編みして、うん、賢いキャラだったんですよでリアルに。なんでなんで半笑いなの牛乳瓶の底のようなメガネをかけてたと噂の黒い猫小学生の時のメガネはそんな牛乳瓶じゃなかったけど、今コンタクトだけどね。あ、そうなんだ。そう、でも今丸いの流行ってるね。明日の早朝狩りに備えてもう寝ます。たかこちゃん、鹿兄さん、皆さんおやすみなさい。はい、おなすびやさーい、ありがとうございました。頑張ってね。賢いキャラでしたよ、そういえば。小学生の時は、小学生の時はってなんで小学生の時は、中学まではうん、賢いキャラだった中学までは。そうなんだ。そうなんですよ、そういえば。なんかね、すごい勉強好きだったね、中学までは。さけ66。ええー、で、たかこちゃんは言ってるけど本当はね、うん、中学までは真面目ないい子でした。すごいね。そうなんですよ、多分中学のうんうん、女子の中では多分トップクラス成績。お、男子では勝てない子いたけど、多分1位譲んなかったと思う、女子の部では。世代的にその頃にメガネかけてる人は才女ですよ。そうそう、才女なんですよ中学まではえ、でもやっぱりなんかなんだろうね、知的なオーラが出てるよね。しかも牛乳瓶の底のようなメガネかけてる人ってさ、いやいや、コンタクトしてたから中学から。ちかさん、ちょっとそこ私の席なのだけどどいてくださるって言わなくても、取り巻きの人がそこはたかこ様の席だ、あなた何考えてるの違う違う違うでも成績は良かったので、先生たちは、うん、なんかあんまりいろんなことしても多めに見てくれた。たかこ様、本日のお食事ですって取り巻きの男子からもらってた。いやいやいや、中学からコンタクトなんておシャンティーなものつけてた。うん、中学2年か3年ぐらいからコンタクトしてました。へえ。それまでメガネでしたけど。うん、すごいね。あ、間違えちゃった。タイピングミスった。コンタクトがお早い。そう、だいぶ早かったコンタクト。急にコンタクトが流行り始めましたよね。そうだったかな、なんか、うん、コンタクトにしたね、いつの頃からか。でもメガネかけてる人が多かったです。そう、メガネ多かったね。ならコンタクトはハード。そう、当時はハードでしたね。梅さん、コンタクト怖いからって。そうそう、初コンタクトはハードでした。今ソフトですけどね。ワンで。ハードの方が怖くないの？なんだろう。多分、ハードが主流だった気がする、当時は。どうだろ
その頃ワンデーとかもなかったし、うんうん、1ヶ月ぐらいだっけ。なぜか驚きの声が上がる高子さんの学生時代いや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 、普通にあの中学まではね、中学まではあの賢いキャラだったんですよ中学まではいい子ちゃんでした。じゃあ高校からブレちゃったの？高校から勉強しなくなったね。ヨーヨー片手に若崎流にえ、鹿兄さん中学生の時どんな子だった？でも真面目な真面目で真面目でおバカキャラだったんじゃないかな救いようもない感じだね。鹿兄さん、鹿兄さんらしい。おバカキャラやってるし、らしいっていや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 、でしょ、キャラ作ってたんでしょ。いやいやいや、ビジネスおバカでしょ真面目のふりをしておバカでしたね。真面目なおバカでしょ。真面目におバカをやっていた。さすがダーク。生粋の、生粋の。なんかみんな、またみんなお勉強する人ばっかりだったから、しんどかったですね。うん、姫はや。みんなだから、なんだろう。基本的にみんなお勉強する人、人ばっかりが集まってるみたいなとこだったんだよね。進学校みたいな。そんな。え、私立の中学校とかだった？ひょっとして。そう。あ、お嬢様じゃない。あなた。そう、中高はね、共学じゃなかったからね。え、女子校だったの？まあまあ、どっちかは伏せておいて。そんな感じだったね。マジか。うん。で、みんなでも、ごきげんようお姉さまっていう挨拶をするようなごきげんようとかっていうあれじゃなくて、もう本当にみんな基本的にお勉強する人たちが集まって、その上でなんかね、やんちゃな人がいたり、おバカキャラを装ってる人がいたりとか、アオシカみたいな本当に おバカさんがいたりとか。いや、シカ兄さんは装ってる、ね、装ってたんだ。生粋の装いおバカだ。高校からスケバン、いや、スケバンではない。シカ兄さん浮いてそう、近寄りがたい雰囲気近寄りがたい。どういうこと？そんなことないですよ。なんかオーラが出てるんですよ。いや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 、そんなことないよ。我が道を行ってないよ。Going my way。愛読書は宝島ですか？愛読書はね、あのトットちゃんでしたね。窓際の？そう。あー、その頃か。わかんない、どの頃か。お経も読めるし、オーラが違います。そうだよね、なかなかお経を読める人はいない。古いことを掘り出してきますな。7時間だっけ。7時間ぐらいでしたね、確か。あの時私コロナにかかってたかなんかで、ほぼ見れなかったんだよな。コロナだっけ、インフルだっけ。どっちだったか。忘れちゃった。でもインフルだったかもしれない。ちかさん、スカートの裾は、え、
翻さないように歩き、常にマリア様に見られていて守護されてるって感じの超お嬢様学校だったのか。そうそう、マリ見てマリ見て、あれ赤バラ様、白バラ様、黄バラ様だっけそう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 、ロサギ眼帝とかね、なんか横文字やたらと出てくんのよねそうそうそう、全然覚えらんなかったけど、うん、マリ見て知ってるのか、知ってる、え、マリ見てはみんな通るよね、うん、通るよね、うん、憧れの世界ですよね、お姉さまっていう、はあって、あの世界は憧れますな、うん、憧れますね、もう正反対みたいな、ね、感じだったけど、現実は、うん、ところで釣り勝負何時までやる、うん、あ、ほんとだ、なんか時間決めるの忘れてたねほんとだね、お時間決めるの忘れてた、いつもだったらね、もう時間は時間ですから、どれぐらいにしよう、8分までにしようか、え、あと1分、え、12時半でもいいけどあ、大丈夫、じゃあそうしようか、うん、大丈夫よ、地下3時間で朝の5時、それは勘弁してほしいな、うん、いやいや、起きれる人だったら全然ね付き合いますけど、やっぱりね、私は眠くなってきたよ、うんうん、お肌によくない、12時過ぎたらいつも寝てる時間だからね、うんうん、土壌がよく釣れば、うなぎだっけ、何かが釣れたら大きいんだけどね、海うなぎが重たいね、うんうん、でもなかなか釣れないね、釣れない、次行きます、次、はい、じゃあ、はい、12番、どこからだっけ、こっからだから、違う、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いいよ、たかこちゃんねんねしても、人気配信しつつちかさんが配信ジャックってことでいいえ、寝落ちしません、はい、12番目の話題は何でしょう、はい、何か一つ最強をもらえるとしたら何をもらう、例えば最強のイケボ、顔を、他には最強の画面姿、最強のトークスキル、その他、全部欲しいな、今言ったやつ全部欲しいな、何か一つ最強の〇〇、うん、何が欲しい、最強の、でも最強なんて言ったらやっぱり姿とか声も憧れはあるけど、やっぱりでも最強のトークスキルが確か欲しいですかね、もう持ってんじゃん、いや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 、何をおっしゃいますか、チカ兄さんはもう最強のトークスキル持ってるから、これ以上ないでしょ、じゃあもっと強いのが、もっと強いのが欲しいですもう誰もついてけなくなります、貪欲に貪欲に貪欲に、もうすでについてくのやっとなのになんであなたの最強のトークスキルにはついていけません、いやいやいや、何をおっしゃいますか、そういう高子さんは何を欲してますか、何が欲しいかな、うん、最強の最強の貯金残高、あー確かに憧れはあるねえ、うん、世界一のお金持ちになりたいです、
お金でだいたい解決できるじゃん。100兆とか100兆でも世界一になれないかな。世界で一番お金持ってるのって誰？アップルの人？マイクロソフトの人？その楽天の人じゃないよね。楽天の人ではない。ひなさんいらっしゃい。こんねこ、こんねこ、こんねこいらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。こんばんは。今日はね、青鹿さんとやってます。梅さん、鹿兄さんがいやいや何をおっしゃいますかっていう時の言い方が少し品のあるおばあさんみたいでいいんですよだそうですよ。鹿兄さんね、そこはかとない品が漂ってるところがまた魅力なんですよ。さすがだぷでも世界一の人ですよね。世界一のお財布が欲しいです。世界一投資家の人で1兆ドル運用してるとかなんとか。そんな人いるんだ。イーロンマスク、イーロンマスクが一番の金持ち今。イーロンマスクって今いくら持ってんだろうね。イーロンマスク、その人と同じぐらい欲しい。最強の第三。今はわからない。そっか。まあでもそんぐらいあったらいいや。1953億ドルだって。だからドル。超ドル？やっぱり。1兆円？だから100兆円とかじゃない？1兆円とかあっても困るよね。そう。何しよう。でも罠とかその分絶対いっぱいあるよ。よくね、宝くじ当たったらいろんな人が話しかけてくるって言うじゃない。そうだね、そうだね。それの何百倍も多分いろんな人が毎日話しかけてくると思うよ。うざいね、それはうざいね。うん、ほっといてほしいよね。うん、だってね、資産まで調べたら出てくるんだからね。逆に言ったら、ね、一般の人調べても資産なんか出てこないもんね。確かに。うん、毎日お寿司でも嫌だな。寿司か、たまに食べるからええんやで。そう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 。ギギ11。でもお寿司苦手な人って3桁出ないな。出ない。あ、そうなの？ワカサギ16。ああ、でも生魚ダメっていう人はいる。そう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 。毎日お寿司。毎日お寿司は飽きるぷ、多分。かわいい金の使い道だぷ。あ、ヒロさんいらっしゃい。こんねこ、早々のフリーレン最終回リビアタイで見てた。お疲れ様です。フリーレン見てないのよ。今日最終回なんだ。見てないんだよな。見てない。どういう話なんだろう。なんかもう3月だからいろんなアニメの最終回か。あー悲しいね。そうか、ダンジョン飯も終わっちゃうのかな。悲しい。ご飯系の話なの？そうそうそう、あのダンジョンに潜って、うん、で倒したモンスターを調理して食べる話。なんだっけ、どこかのお姫様さん、今回最終回なのからしいです。最近アニメ見てない、ちかさん。は見てないですね。なんかどこかのお姫様がモンスターをさばいて食べるのが趣味みたいな漫画あったよね。それじゃなくてそれじゃない、違った。なんかドワーフのおっさんが料理人で、うん、
モンスター美味しく料理してくれるのよ。これがまたうまそうなんだ。良いですな。ヒロさん、一応来週もやるみたいだけど、ダイジェストでやるみたい。ほうほう。アンチズマさん、フリーレンの声優さんって、アーニャの声優さんって、この前初めて知りました。あ、そうなんだ。アーニャ可愛いよね。漫画は途中まで見てましたね。フリーレンは見てない。ね、うん。ファイファミリーは面白かった。終わったの？あれも。わかんないな。結局あの次男はどうなったんだろう。あ、気になる。次男と仲良くなるみたいなやつあったよね、確か。ミッション。うん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 。でも次男は多分アーニャのことがちょっと好き。行方が気になる。あの二人がどうなるか。うん、あ、でもお子様だからな、二人ともまだな。いやー、あの擦れてない感じがいいんですよね。そうそうそう、うん、そう思う。何の話だったっけ。あ、そうだそうだ、最強のもの、お金、最強のお財布。そうそうそう、ね、あーらしいです。いやー、でもやっぱ最強の美貌が欲しいです、うん、あー、美貌、美貌が欲しいです。それは何、女性の憧れでしょ。年は取るの、取らないの。もう年は取ってもいい。もうでもやっぱりその年を取ってもずっとみたいな、ならではの美しさみたいなのあるじゃん。確かにね。渓谷の高子になりタイプ。ガさん、アティシア最強の声。そう、声もいいんだけど、はあ、美貌が欲しいです。そうなんだ。でも美貌も確かに憧れはね、確かにそれやったらね、全部声も美貌も欲しいんだけど、やっぱりどっちか選べと言われたら。ヒロさん、現状維持、うん、うん、もっと上を目指す。上を目指して日々精進。そう、全女性の最終目標だっぷ。ヨガとかやらないと。そうだね、ヨガ、ヨガか。最近ね、ちょっと体が硬くなってきて焦ってて。体が硬くなっちゃダメだ。柔らかくないと女子は。握手できますか？背中の後ろで握手？背中の後ろというか上、なんだっけ、右手を上から左手を下からみたいなのよくあるんじゃない？できる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 。え、両方できる？うん、うん、できる。柔らかいね。うん。女子だからね。関係ないか。背中で合掌できますか？合掌、うん、できる。合掌はできるでしょ。合掌は普通にできるけど。片方が硬い。そう。うん、できるできる。片方がね、ちょっと怪しい感じで。片方ギリギリだけどできる。うん。そうだからね。なんか前より硬くなっちゃって。硬い、硬いというか、私ね、ちょっ、何年か前に右肩を脱臼したことがあって。あー、無理、ちょっとね、無理、よくない。 右肩ちょっとね、あんまり動かせないんだよね。怖いね。そうなの、右肩やっちゃったんだよね。あれってなんかね、いっぺんね、一度外したら怖くなるよね。怖い、うん、そう。うちもあの癖になっちゃうから。顎を外れちゃって。え、顎も痛そうだな。歯医者でね、外れちゃった。
マジで怖っ。怖い怖い。お口開けてくださいって言ってずっと開けてて閉まらなくなっちゃって。怖っ。もう歯医者さんびっくりしたんじゃない？内心は焦ってただろうね。でもなんかね、すごい繕ってたよ。まあそうでしょうね、パニックみたいな感じで。パニックになるわけにいかないもんね、お医者さんがね。そう、ちかさん、むしろ女子で背中で合唱できなかったらいろいろとまずい。え、そうなの？そうなの？脱臼させれば届く。うん、脱臼させちゃダメ。痛いから。うん、まあでもそれからあんまりね、口を開けるのは怖くなっちゃって。うん、それは怖いわ。あくびとか怖くてなかなかね、うん、できなくて。お上品でよろしい。顎関節症になってから顎がゴキゴキ言う。そうなんですよね。うちの旦那もなんかね、顎を鳴る。うん、ホック止められなくない？ホック、あー、ブラの、あ、背中でってこと？あ、あ、余裕だっぷ。そういうことね。ひのきさん、顔を横向けて寝てるときに顎を外れたときはある。意外と皆さんやってらっしゃるね。うん、フロントホックにしたらすべてみんな。みな、なに？生えつ？よくわかんない。よくわからん。うん、レノック46。何のフォックか言わなかったのに。言わなくてもわかる。服とかもあるから、そっちかと思ったけどね。ああ、なるほどね。でも別に背中で止めなくても、前で止めてくるっと後ろに回せばいいんだぷ。まあね、そうね、毎日つけたり外したり毎日やってればもう見なくてもできるんだっぷ。さすがにね、そういう毎日やってることはね、パンツ履けなくなっちゃったみたいなもんだもんね。そうだよ。うん、ちょっと体が硬くなってパンツが上がらないみたいな。もうそれいよいよ持ってやばいね。うん、やばいね。フロントホックタイプを使えばいいだぷ。フロントホックは持ってないな。何をみんな言ってるんだ。やっぱブラは後ろで止めないと。ノーコメントで。あ、でもね、何かわかんないんだけど、うん、あのこの数字のね、どこかに話題の一つでツイッターのトレンドから一つっていう話題が、ツイッターのトレンドちょっと見てみましょうか。そうでね、そのトレンドでね、ちょっと事前に見てたんですよ。ほうほう。そしたらね、あのトレンドの一つにね、ノンワイヤーブラっていうのがあって、何これって思ったんだけど。ノーワイヤーブラ、こんなあった。そう、なんでこんなのが話題に入ってるんだろうって、結局よく分かんなかったんだけど、なんかそんな芸人さんとかいるのかな。今なくない？あ、今ないの。フリーレン入ってる。え、結婚変わるんだね。トレンドで鹿兄さんとか仮にもキーワードで出てきたら、もう飲み物全部吹き出しそう。出てきそう。きっと出てくるよ、そのうち。鹿兄さんって。それは確かに吹き込ますね。いや、トレンド全然わかんないのばっかり。みこち卒業って何？三鷹吉祥寺。あ、不適切にも程がある。これはなんかわかるな。今流行ってるもんね。ゆうりくん。ゆうりくん誰？高山みなみさん。知らんだぷ。黄金鏡編。なんだろう？え、あ、みこ、あ、そうなんだ。
ミコチってあれだよ、VTuber のハロハロさんだよ。え、ミコチ？そうそう、すごい有名な VTuber さん。へえ。算数で5ってあるじゃん。え、知らない。そんなの？え、電車で GO みたいなゲーム？へー。紅茶専用タンブラー。それで小学生レベルの算数が全くできなくて、ほうほう。おバカキャラ？あー、なるほど。まあ。算数ドリルをいっぱいやって、うん、ほう。うんうん。私たちにはあまり関係のない世界の話ですね。うん、そうでございますよね。そうでございますよね。小学生の算数とかね、もう今更ね、うん、うん、全然余裕だますよでございますわね。さかこちゃんも算数で5をやろうか、やらないぷ。算数はね、ねえ、余裕ですよ。今更、今更ですわよ。うんうん、任せてください。もう私たちも算数とっくに卒業して、算数の向こう側に行ってるから。うんうん、大きいのつまらんねん、確かに。あと3分です。あ、ほんとだ、早い時間が。黄金鏡編もフリーレンみたい。ほうほう、フリーレンなんだ。何、フリーレンってキャラクターの名前じゃなかったの？わかんない。あ、ドレンドの話ね。わかりました、うん、何のことが起こった。なんかでもわからないのが多いもんね。ねえ、そうそう、トレンドの話、うん、そう、トレンド、そう、だから Twitter のトレンド見ても何のこっちゃっていうキーワードが結構多いな、うん、でもこれ本当にすごいいつも思うんだけど、日本のトレンドって書いてあるけど、日本で本当にトレンドになってるのっていうのはすごい思う。ねえ、ねえ、その Twitter やってる人の年齢層がやっぱり若いから。ねえ、全体でやったらね、全然話題になってるのっていうのはよく感じるね。ね、ちかさん、うん、そうか、お二人は今は量子力学の博士だもんね。え、へんどや。え、へんどや。ふめさん、社会人になると金勘定って算数の分野に足を突っ込まないといけなくなって、まずはお金のことしか考えられなくなってしまう病気。悲しい。数字イコールお金みたいな。まあそうだね、世知辛い世の中やで。世知がないですね。足し算引き算割り算掛け算ができたらね、生きていけます。そうそう、うん、生きていける。大丈夫、微分積分とかね、なんか なんだろう、ラグビーボールの面積を求めなさいとかの問題出て、何これって思ったもん。ふめさん、もう来期の予算とか予算とか予算とかそんなことばっかり。そうね、あ、もうこの時期はね、年末、ね、年度末、ね、年度末、そうで、人事異動の発表とかがされる時期でざわざわするよね。電卓あるから掛け算とか割り算とか暗算できなくても問題ない。そうそう、エクセルもあるしね。うん、もうそんな計算なんて しないんですよ、もう我々の領域になると。そう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 、もうその向こう側に行ってますから。その向こう側にいますんで、うん、我々向こう側だもんね。ね、うん、はい、ね、ということで今釣ってるので最後です。はい、今じゃあ最後釣ります。はい、えい、
は、うん、雷魚67。もう雷魚123は更新できなかった。確かにさん、次かかったので最後だよ。61が2匹釣れたんだけど、122になったりしない？ならない。あ、ラブカミさんいらっしゃい。猫、こんばんは。かわいいやつ、こんばんは。さ、それで最後です。あ、はい、何が釣れるか。パラダイスフィッシュ4 はい、ということで、お客さんばっかりだ。鹿さんが110、猫は123ということで、今回は猫の勝ち。わー、どん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 、パフパフパフ、ありがとう。今回は逆転されなかった。鹿さん負けた方は罰ゲーム。おめえ。おめえ。ありがとうございます、拍手ありがとうございます。モンゴルマンさんのバナナとキノコが痛いだぷー、優しくしてくれだぷー。負けた方は裸ですよね。ん、うん、あの、裸にはならないだぷー。ならないぷー。もう土曜日なので休みになる人が多いので。何する？じゃあ歌でも歌ってもらおうか。え、ここそういうチャンネル？うん。なんかね、他のチャンネルだとね。じゃあピカチュウの歌をお願いします。ピカチュウの歌って何？え、ちょっとアフさんのところでさ、わかんないので。見本、ピカチュピカチュピカチュってやつ。あ、わかった、あれお願いします。何？エリアン様の歌。なんだっけ、私たち、わかったわかった、了解です。はい。お、来た来た来た。エリアン様が私たちに光をくださり、え、まだ歌う？ありがとうございます。はい、いい夢見れそうじゃ。あくあくもでしょ、エリアン様。変な夢見そう。ちかさん、最後にささやき声で1週間お疲れ様、頑張ったね、よしよし、いい子だねをお願いします。だそうです。え、でもさっきこっちやったから、次タカコさんじゃないの？え、私罰ゲームすんの？いや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 。じゃあこれはスルーで、はい。ということで、いやー、今日は楽しかったですね。久しぶりの赤子の部屋でした。そう、不定期にやりたいと思います。え、梅さん、久々に来た。青鹿様が私たちに光をくださり、やってください。一週間お疲れ様、頑張ったね、よしよし、いい子だね。はい、言いましたよ。うわー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 、もうみんな何がじゃ、スタニーオベーションですよ、もう。パチ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 、はい、ありがとうございます。ということで、そろそろお開きにいたしましょうか。そうですね、早い、楽しい時間っていうのはあっという間に過ぎますね。はい、黒い猫は眠くなってきました。もう眠とうございます。世界一の美貌を目指すために。鹿さんもだよ。あ、鹿さんもやれと。なん、あ、さっきのやつ。うん、一週間お疲れ様、頑張ったね、よしよし、いい子だね。うわー、終わろう。あ
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当に顔は赤くなってきたんだけど。ヒノキアさん。おつおつありありありちかさんパチパチパチありがとうございます。ヒロさん拍手ありがとうございます。はい、ありがとうございました。梅さんお疲れ様です。ありがとうございます。サンドさん、おつねこりん、シカさんも、おつしか、ありがとうございました。モンゴルマンさん、おつねこぷー、ありねこぷー、ヒロさん、おつねこ、あは、おつねこ、あは、あは、あは、ランチズマさん、お疲れ様、ありがとうございました。はい、ということで、今日はシカさん、ありがとうございました。ね、こちらこそありがとうございました。ドタバタとしてすいませんでした。いえいえ、本当にね、こっちがね、ごもり言って急に今日やろうって言って用意してくれたんだよ、みんな。すごいよ、本当に。いえ、とんでもないです、とんでもないです。いやいや、久しぶりに出したこの画面もまた不定期にやりましょう。やりましょう、楽しかったです。ねえ、またやろう、はい、次回も勝つ、はい。なぜか釣りをしながらやるっていうね。どんどんなんか大掛かりになっていて面白いね。ね、うん、では今日はそろそろ寝ましょう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。明日は土曜日なのでね、なんかやりたいと思います。あ、そうそう、あの、なんだっけ、八番出口、この間配信で教えてもらったやつ、うんうん、ダウンロードしたので、うん、明日やってみようと思います。あ、明日やるんだ。明日やろうと思う、うん、じゃあみんな見に来ないとだね。ぜひぜひ、お時間ご都合合えばぜひまた遊びにいらしてください。ということで、ちか兄さんもありがとうございました。はい、皆さんもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバーイ、おなすび屋さーん。